大きな拍手でお迎えください。いいねお願いいたします。はい、さあラテンキラーズがやってまいりました。はい、はい、私たちはラジオのパーソナリティ、はい、飛び出せラテンキラーズの、ね、はい、カレンとユミコでございます。はい、はい、土曜日、毎週土曜日、そうですね、20時30分からはい、はい、20時まで ね30分間やっております。はい、はい、そのもうかれこれ何年ですか、ね、7年ぐらいになりました。なりますね。はい、最初歌もね、はい、ありがたいことに歌わせていただくようになりまして、はい、それからもう何になりますか、もう3年ぐらいになりますか。3年になります。はい、はい、そして、はい、まあ、毎年ね、アカデミー賞と、はい、ですよね。はい、そして今から狙ってますよね。今からですか。だって今からじゃないですか。もちろん今からです。何やったらそのアクル日からでしょ。はい、アクル日から考えております。はい、一応もうする次することは決まっておりまして、決まっております。はい、からそうなんです、うん、で今ちょっと募集してるんですよね。はい、はい、ラテンキラーズのダンサーズでしょ。はい、そうです。ラテンキラーズ劇団というのが出てまして。あ、劇団ですか。あ、劇団の方ダンサーズじゃなくて、はい、劇団の方ね。今回はダンサーズを募集しましょう。でしょ。はい、はい、いうことなんですよ。はい、はい、皆さんね、もしよかったらもういつでも応募、はい、なんか募集してます。感じでさっきの感じです。ああいう感じでも十分ですよね。はい、大丈夫ですよね。はい、はい、簡単なんですけど、はい、いつまでも喋っていて、なんかこのまま30分使えそうな気がする。なんか私はいけますよね。喋りでもね、はい、いけるんですけど、喋りでもいけるんですけど、はい、今日はせっかくなんで歌を行きたいと思いますよ。はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。1曲目は何ですかね。大阪ラプソディ。大阪ラプソディじゃないですか。はい、ちょっと今日ね、なんか私にね、アンチョコが置いてあるんですよ。はい、どういうことなんでしょうね。まあ、一応見ました。一応ね、強いですね。大丈夫と思いますけど。大丈夫と思いますけど。はい、真ん中に置いといてみましょう。一応ね、はい、一応ね、これ真ん中です。はい、ここ真ん中だけ。はい、行きましょうか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。この人も
間もございますので、そうですよ、はい、盛り上がってくださいね。さあ次の曲、はい、あの私たちの歌を、ね、おボス呼ばなきゃ。そうですよ、はい、ボス呼んでみましょう。あ、後ろから後ろから登場です。はい、後ろから登場ですよ、はい、そうなんです。せっかくなんでね、今回ね、はいはい、まあ、あの場所そうです、立ち位置これ違うんですよ。ちょっとお待ちくださいね。今日あのせっかくこのパープトーンでするなら、はいはい、何かを、まあ、あのせっかくなんでね、うん、ボスのギターと絡んでみたい、あの作詞作曲の、はいね、そうです。そう、後ろですよね、もうちょっと前で、前で、真ん中とか、いやこれスポットライトのここに行かないといけない。脚光を浴びる。ここはね、まあ、あのこのチームで、まあ、3人でスクラムで、スクラム組んでね、はい、今来い。初めて聞いた時どうでしたか、この曲。聞かんといてくださいよ。全然でしたよね。まあここまで成長したでしょ、ね、そうです、自分の前にしたんですよ。本当に成長しました。ほんまにあかんかったんです。もう最初、いやもうどうしよう、声の出すところから、そうです、あのカレンさんが小さくなって、うってなってる。そこ全然できなかったから、はい、そう、あのなんかちょっと怒られた生徒みたいな。そうです、はい、あの細やかに指導してくださって、はい、ここまで細やかじゃなかったここまで来たわけです。大雑把に、はい、はい、でこの曲には、はい、あの踊りがね、はい、そうですね、私たちが、はい、あの勝手に作りまして、はい、勝手に作りましたけど大丈夫でしたか、はい、イメージに合ってましたでしょうか、はい、はい、ちょっとやってみます。そうですね、はい、簡単なとこだけ、はい、前1、2、3、4、前1、2、3、はい、あっち向いてほい、はい、こっち向いてほい、はい、くるくる回して1、2、3、はい、ね、なんかできそうでしょ。もう大体皆さんできてるんですよ、はい、ね、あのちょっと座ってる場合じゃないですよ。当たってくださいよ、はい、皆さん、ね、キリーツ言わんだね、はい、キリーツ、じゃあそろそろ行きますか。ね、はい、この辺で、これだけで、お、これだけで、お、これだけで、これだけで初めての経験ですね。おお、なんかちょっとラテン調になってきましたよね。そうですよね、初めてですね。燃える花の赤い色、
もうね、皆様頑張ってきてくださって、はい、盛り上がってきました。ありがとうございます。素晴らしいね。はい、ギターやっぱりいいね。いいですね。これからこれで、あ、そうですね、ね、やってもらいましょうか。3人で回りましょうか。3人で回りましょう。あの、どうさ回りに行きます。あの、営業に、営業に行きましょう、はい、ね、あの、見つけましょう。お、ちょっとごめんなさい。営業に行きましょう。はい、変わります。ちょっと場所交代でね。場所交代です。はい、次はあのギターでね。いいですね。はい、何ですか。いいですね。そう、何ですか。スタートがいい感じ。はい、はい、行きましょう。もあの雨の御堂筋。はい、はい、お願いします。あ、皆さん踊ってくださいよ。この川雨降る御堂筋、心変わりな夜の雨、あなた、あなたはどこよ、あなたを訪ねて南へ歩く。本町あたりにあなたがいると風の知らせを背中で聞いて、こんな女が一人探していたことを誰が伝えて、雨の鼓動は寂しく光る、あなた、あなたの影を、あなたを忍んで南へ歩く。キラーズ、ウィズ、あ、さっき言ったらあかんのかな、サイザワ正気、ウィズ、ウィズ、いや、ボーカル先やで、ボーカル先、ボーカル先、何と言ってます、はい、ボーカル先で、はい、キラーズ、ウィズ、サイザワ正気、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、カレンさん、はい、次、何でしょう、何でしたか。次はですね、はい、あ、最後ですね。もう時間ですよ。寂しいな。そう、寂しいですよね、はい、はい。寂しいんですけど最後、ね、これちょっと盛り上がってもらわなあかんの。そうですね、最後やから。最後だし、みんなで踊りましょうねっていう曲ですね。そうですね、はい、はい、これ私たち初めて、そう、初挑戦なんで大丈夫かな。文字が大きくなってるの、まあ、文字が大きくなって読みやすくなって読みやすくなってます。はい、はい、じゃあ、はい、いきますか。いきますか。名残惜しいけどですよね。はい、はい、まあ、はい、最後の曲、皆さんもまた強いしてもらっていいぐらいですね。そうですね、中の会場なんか特に本当ですね。はい、じゃあ
行きましょうか。はい、この京都の夜に捧げます。はい、星降る街角をやりますよ。盛り上がりましたね。